親と女房殺したらしいな死刑でも死ねなかった死にどころは言ってるわ本当か。 梶木さんは死刑執行が成立しなかった後精神病院を垂れ回しにされてきました。わしは世間に出たらあかんねんけ、秀丸が出会ったのは居場所をなくした者たち。話せ。事情を抱えてない人間なんていないからね。私の居場所はここしかない。私に家族はいません。やめや。 心配することあれ。いつか秀丸さんに助けられてきました。立ち上がる力をもらいました。梶木さん、だから秀丸さんにも生きてほしいんです。俺本当にここ出ていいのかな。うるさいって。ゆっくりゆっくりでいいよ。それでもダメだったら帰ってらっしゃい。心配ない。 ここで出会い、ここで癒され、ここからまた旅立つ。閉鎖病棟それぞれの朝。グラッ！